僕が僕であるために。この前ですね、屋根からカメラを落として、カメラがまた壊れました。今回これ3台目ですよ。で、まあカメラが届くまでに、この耐水シートですね、これを貼って、そこにちょっとだけ壁貼ったんですけど、今この状態まで来ました。まあ、ということで、また一週間ぐらいひょっとしたら作業が何もできないかもしれないという状態です。まあ、屋根もついて、まあこれでね、雨が降ってくれて雨漏りするかどうかとかそういうのがちょっとチェックできるんで、まあちょうどいい機会かなと思います。僕が僕であるために、本当にね、動画撮るのがめんどくさくて、撮らないうちにかなり進みました。とりあえず、手の届くところからやります。ワイル。長いから、もう一本打とうかな。めんどくさいけど。届くならば、これで、届きますね。これで、ここに合わせて止めるだけ。一枚目はね、そういう感じ。本当に適当だからね。マジで。かなり適当だから。でもなんとかこう、できるっていう、そこなんですよ。重要なのは。これ相当合わないかも。これだもんな。これは、ちょっと、よろしくないかもしれないね。やっぱり、良くないよね。これで行くしかない。木が、かなり反ってるっぽくてね。僕めんどくさいからね、こういうの。隙間が空いてるとか、気にしない。気にはしてるけど、処理はしない。もういいや、みたいな。だってこう、下、合ってんね。高さ全然合わないもんね。まあいいけど、別に。どうでもいいよ。うん。これも高さが、もう全然違うもん。致し方ない。あと一枚ね。とりあえず、線は引かずに、ここに合わせて考えね。これもう高さが違うもんな。ちょっとこれで、この隙間を埋めます。もうちょっと隙間がすごいんで、コーキングを塗りました。ここを、揃えたいけど、これ下が、揃わないね、絶対。なんだよ、この木の。木の幅が違う。そういうのが一番困るんだよな。最後ピシッと揃えたい時にさ、木の幅が違うとかさ。これ合わないな、絶対。100% 無理。こうなっちゃうもんな。こんだけ隙間ができるんだ。止めてから言うのもあれだけど、違う木を使ってみる？これ同じだな。こいつが曲がってんだよね、これが。これがね。これが、真ん中が出てる。これ2メーターものだから、買ってきた木を信用して使ったら本当にひどいことになる。一応、木材屋さんにも言ったんですよ、これ。木材屋というか、ホームセンターには。あまりにも不揃いすぎるよって。そしたら、うちは B 級品の店だから、そういうので安いんですと、言われてしまいました。まあ、ここにね、こう、板を入れるつもりでいるんでね、こう、こういう感じで。んで、まあ別に、ここは空いてていいんだけど。まあそんなね、深く考えずに、とりあえず、もう現時点で別に水も入ってきてないし、何も。だから別にいいんですよ。結構な雨が降ったんだけど、まあそれは知ってるか。みんな全国だったからね。なんでその雨、結構降ったんだけど、全然雨漏りもせず、全く何も。このシートだけでね、小屋なんで、本当はこれ中にベニヤとか貼ったりするんだけど、もう貼ってないです。もうシートそのまんま。まず一つ貼らなかった理由の一つとしては、ベニヤ板、コンパネ、めちゃくちゃ高い。もう一個の理由は、ここまで運ぶのがめちゃくちゃしんどい。まあ、どっちかというと、金額がどうとかよりは、ここまでも運ぶのがめんどくさいなと思って、貼るのやめました。
このね、ビット安いの買ったらめちゃくちゃ使いにくい、本当に。安いと思って買ったわけじゃないんだけど、ボロいね。すぐダメになるから、6本ぐらいセットに、4本だったか5本だったか6本だったか忘れたけど、セットになると買ったんですよね。すぐダメになる、この先っちょ。ちょっと脚立持ってきて、2枚ね。これでできるかな？できるね。本日の作業はですね、ちょっと材料が足りなくなったので、一回やめます。で、明日、また、今から買いに行ってね、また明日続きをやれたらなぁと思ってるんですよ。なので、まぁ、ちょっとね、この裏側はどこまでできるかわかんないけど、まぁ、明日続きを少しでもやれたらいいなぁぐらいの感覚でね、ちょっとやってみようかなと思ってます。なんせこう足場がね、非常に悪いので、安全にやります。という感じで、今日はこれで作業終了です。僕が僕であるために、最後まで見てくれて、ありがとうございます。チャンネル登録、よろしくお願いします。